日野、ブルーリボン QDG キロボルト 290N1、近鉄バスブルーリボンは、日野自動車が1951年の1975年と1982年以降販売している大型バス。2000年6月には大幅なマイナーチェンジにより、ブルーリボン式となり、さらに、ハイブリッドバス以外は2005年1月から2005年9月に、 かけて、イスズ・エルガとの統合車種ブルーリボン2へと移行し、2015年より2代目、ブルーリボンが製造されている。本記事ではそれらを含め、日野が発売してきた大型路線バス9メートル、大型路線バスを一括して扱う。ブルーリボン並びに、ブルーリボンシティの途中までは、日野車体工業が製造していたが、現在は2002年10月に、日野自動車、 イスズ自動車が合弁で設立した J バスが製造している。J バス以降後も製造事業所は車種により異なっており、ブルーリボン2とブルーリボンは旧イスズバス製造の事業所である宇都宮事業所で製造されているが、かつて販売されていたブルーリボンシティは旧日野社体工業の事業所である小松事業所で製造されていた。 BT11 を大阪市営バス BT71 新、南交通登録番号表の上に、ブルーリボンのエンブレムが見える、BT100 群馬中央、バスセンターアンダーフロアエンジンバスとは、車両中央部の床下に水平シリンダーのエンジンを配置する方式のことで、他社のリアエンジン方式とは一線を画していた。エンジンを床下に置くことで、車内の段差を排して、 床を最後尾までフラットにすることが可能となり、乗車定員を増やせるとともに、前後に扉の場合に後、扉を最後部に配置することができるのが特徴である。日野自動車の前身である、東京ガス電気工業時代にも、千代田バストレーラーとして、鉄道少々営バス向けに、センターアンダーフロアエンジンバスを製造していた、実績がある。センターアンダーフロアエンジンバスは、戦後の国産バスでは、 日野自動車のみが製造していた。日本国内の戦前の例では他にトレーラーバス用のスミダ BT 型トラクターがある。1952年末に発表されたセンターアンダーフロアエンジンバス BDK に日野自動車がブルーリボンと名付けたのが始まりで、社名ブルーリボンは社内公募で決定された。1950年代の日野の代表的なバス車種である。 前扉対応の BD10 系列と中扉専用の BD30 系列がある。また、左ハンドル仕様の BD22 型が、米軍統治下の沖縄で使用され、従来のボンネットバスに代わり普及した。b d 系は1963年まで製造され、全国各地に納入された。なお、混雑の激しい路線を多く持つ、東京都交通局では、 このレイアウト特有のエンジンの熱とブローバイガスが車内にこもることを嫌い、特別に天井ベンチレーターを増設していた。ブルーリボンの名は1960年頃まで使われていたが、それ以降はあまり使われていなかった。1982年6月に発売された初代ブルーリボンで社名が復活することになった。2018年の日本自動車電動歴史三社に バス車両としては初めてブルーリボン BD10 型が選ばれた。日野自動車の車両としても初の選出となる。また、公益社団法人自動車技術会の日本の自動車技術330選にも選定されている。1955年には長弱車の BGK、短弱車の BKK がラインナップに加わった。 長尺車の b g 系は主に観光用であったが、中扉仕様もあり、東京急行電鉄などに路線車としても納入された。また馬必輸送車のベース車としても使用され、BG 製造終了後も CG トラックシャーシとして生産された。1960年には b d 系と BKK の中間弱の b n 系が登場した。 セミフレームレス構造を採用し軽量化を図ったが、数年で製造終了している。短弱車の BKK は BDK と同様に1963年まで製造され、1961年には BTK へ発展した。短弱車の BKK をモデルチェンジする形で BTK が1961年に登場した。 当初は BT51 と BT71 の2形式が登場し、ホイールベースは共に4.3メートルであるが、BT51 が前扉の設置が可能なフロントオーバーハングを持つのに、対し BT71 は中扉専用車である。BDK と同様 BT51、71系も全国各地に納入された。 1969年に BT71 の製造を終了。BT51 はホイールベースを4.8メートルに延長して、BT51 改めにモデルチェンジするとともに、都市部の事業者向けにフロア高さを下げた BT100 が登場した。この時点で BT51 改め、BT100 ともに前後、扉車が中心となったが、この頃には、 中央能力がほぼ同程度のリアエンジンバス REK が登場しており、整備のしやすさでもたちの長があるリアエンジン車が主流になるのに従い、両形式ともに1975年に生産を終了した。なお、BTK は移動採決車のベース車など特装用途として存続した。BT100 系の主な導入事業者は生産終了まで、 指定形式として納入していた大阪市 AA バスをはじめ近畿日本鉄道や南海電気鉄道など、後乗り、前折り方式で運行される地域が過半数を占めている。BTK はリアエンジンの前後、扉車と逆に、戸袋が前くらいに設置されており、あと扉が左側面最後部に取り付けられているのが特徴であった。BT51 は、 新南交通で1980年代まで活躍しており、そのうちの1台が引退後に日本バスともの会で保存されている。2006年に足回りの復元がなされ、再度車検を取得し、映画フラガールに登場した。また、大阪市営バスで営業運転についていた1964年式の BT11 が大阪メトロで現在も保存されている。 1960年代にはすでにリアエンジンバスが主流となっており、日野自動車でも BNK のセミフレームレスモノコック構造ベースにフレームレス構造を採用し、BDK の磁気録水平式エンジンのレイアウトを踏襲しつつリアエンジンバスに挑戦、国産初で世界的に見ても最初期のリアアンダーフロアエンジンバスが完成した。リア,アンダーフロアエンジンバスとはエンジンを水平式にして 車両後部の床下に搭載する方式で、リアエンジンでも床は、フルフラットで、エンジン直上まで座席を設けられるため、直列六気筒エンジンを用いた大型バスでは2000年頃まで、主流となった。RB10 東京急行電鉄電車とバスの、博物館展示車1961年、市街地路線向けの RB 系、観光向けの RC 系として発売された。 この路線型リアエンジンバス RB 系がブルーリボン HT 風景の直径の前身車種であり RB 系は1967年にリアアンダーフロアエンジン第2世代の RE 系へと進化することになる RB10 系列はホイールベース4.8メートルでエンジンは4年消失式の直列6気筒 DS80 型を搭載した最初に エアサス仕様の RB10P 型が登場し、翌年にリーフサス仕様の RB10 型が追加された。RC 系列はホイールベース5.5メートルで、エアサス。エンジンは TK20 型を搭載。RC10P 型で RB10P 型の高出力版である。1962年、RC10P 型は RC100P 型となった。その後、 ホイールベース4.8メートルの RC120 型、ホイールベース5.5メートルの RB120 型が追加されている。さらに1966年にはホイールベース5.0メートルの RC140P 型が追加されたが、翌年には RE100、r c 3 0 0系へモデルチェンジしたため生産実績は多くない。r c 系にはエンジンに 下級機を取り付け 230PS とした高速使用者の RC100PT 型も存在する。r b 系、r c 系ともに観光用、路線用双方の車体を仮装している。車体メーカーは帝国自動車工業、金沢産業、金山自動車工業がメインだが、富士重工業や西日本車体工業、川崎航空機川崎重工業製のボディ仮装実績もある。 1964年にはオプションとして従来より40%ガラス面積を拡大した視野拡大型フロントウィンドウも採用された。これはアメリカの GMC で採用されていたものと類似したもので上下左右4枚のガラスを組み合わせたデザインであった。1967年 RB 系はモデルチェンジ車 RE 系となる。エンジンは 新開発の4年消失水平式 EB200 型で、ホイールベースは RE100、RE120、RE140 の3種類が用意され、エアサスは形式末尾に P が付く。RCK も同時にモデルチェンジを行い、DK20 型エンジンの出力アップが行われ 205PS となった。またターボエンジンも出力アップされ 260PS となった。 r c 系では、ホイールベースは RC、RC300、RC320 の2種類が用意され、エアサスは、形式末尾に P が厚く。また、山間部など全長10メートルホイールベース4.8メートルで、高出力エンジンを望むユーザー向けに、改造扱いで、RE100 と同じボディに、DK20 型エンジンを搭載した、RC300、改め型が設定されている。 また事業者により4速、使用、または5速使用と用途が多岐にわたり、運転操作にはダブルクラッチを用意した。また、SCG 自動変速機も用意された。運転席周りの特徴としては、線形のメーターパネルが採用されている。RE 系は主に路線バスとして使用され、RC 系は路線バスや観光バスとして幅広く使われた。 RCK は観光専用モデルの普及型車より遅れたこともあり、観光用としてもかなり採用されている。車体は帝国、金山以外にも富士重工製、西日本車体工業、川重車体工業などが仮装している。1969年以降は帝国、金山は共通の設計でバスを製造しており、細部のわずかな差以外のデザインはほぼ同じである。 1975年4月に、帝国、金山の両社は合併して、日野社体工業となり、合併後は、RE、RC 系などの大型バスは、旧帝国時効の横浜工場で生産された。先代モデル時代に登場した、市や拡大窓も引き続き設定された。なお、前小島には当初、オーバル型二等式が採用されたが、ハイビームなどに問題が生じたようで、 1970年以降は丸型四等式のシールドビームに変更。オーバル型からの改造も行われた。1972年にはフロントオーバーハングの延長、REK に低床モデル追加などのマイナーチェンジも実施された。1979年にはターボ車に代わる高出力車として r c 7 0 0 p 7 2 1 p k が登場した。 エンジンは EK200 型を搭載しており、エアサス社の設定のみだった。ただし国鉄バスなどごく一部の事業者で、リーフサスの RC701 の導入例がある。なお、RC7 系の路線ボディは純正の日の車体の場合、RE、RC 系と同じボディを仮装しており、外観に変化はない。また高出力エンジンを搭載しているため、 観光バスや長距離バスとして使われるケースも多く、観光バス専用のハイデッカーボディを仮装した例もある。KRC301 課の丸自動車、前面方向膜が大型化された、車両1979年に、昭和54年排出ガス規制に適合して、KRE、RC 系となった。ボディも一新され、前扉を拡幅して乗降性を改善し、 全面方向膜の大型化に対応するなど、より快適で乗りやすい路線バス車両を目指した。また、この後のモデルチェンジは、現在に至るまでディーゼル排ガス規制への対応が続くことになる。排ガス規制対応と同時に、エンジンの出力アップが行われ、k r e 1 0 1は EB400 型 k r c 3 0 1系は直噴式 ER200 型に変更された。 路線バスでも冷房車の普及に即して高出力化が求められ、従来のサブエンジン式から直結冷房搭載を考慮したものであった。このため RCK は従来の観光向けから路線型 REK の高出力版という位置づけが強くなり、REK と RCK で仕様が重複することとなった。モデルチェンジにより4速、4足、仕様、 または5速仕様の選択は残ったものの、先代モデルとは異なり運転操作でダブルクラッチの必要はなくなり、運転席周りも長方形一つを基本としたデザインに変更された。ホイールベースは RE101RC381、RE121RC301、RE141RC321 RE の3種類が用意され、エアサス車には 形式末尾に従来と同様に P が厚く、ホイールベース4.8メートルの r c 系は当初、設定されておらず1978年に追加された。全長11メートル級の長尺車の RE141RC321 の納入先は、この頃から大都市圏に変わり、ニュータウン輸送や北海道の事業者が主力となり、特に北海道中央バス。 朝日川電気軌道などに多く納入された。車体は純正の日の車体制以外に、富士と西高が存在した。富士は 3E と 5E での仮想例がある。西高では、モノコックの 53MC での仮想例以外に、末期には、スケルトンボディの 58MC での仮想例が、わずかに存在する。1982年に、本格的なスケルトンボディの RT、 RU22 系が登場した後も RE-RC 系はモノコックボディのまま並行して製造を販売されていたが RE-RC 系と同じくリアアンダーフロアエンジン方式でスケルトンボディの HT-F22 系の登場により1984年に製造を終了した2階建てバス試作車2階建てバス試作車 元近畿日本鉄道をまた同時に1979年全長11.7メートルホイールベース6メートルの都市型3扉提唱者の KRE161 型が登場した。しかし混雑した道路での機動性に欠けるなどの問題で納入事業者は極端に少なく1980年には販売中よされている。実際の発注。 導入は1978年以降はないと思われる。この KRE161 型都市型シャ車シをベースとして1982年には近畿日本鉄道が2階建てバスを試作した。試作2階建てバスは路線用の設計であったが路線バスとしての認可が得られず実際には貸切車として使われた。5軸が2軸となる一般的な2階建て車と異なり、 五軸は一軸のみであと軸重は9 7 9 0ラムであった。本格的な二階建てバスについては、その後、グランビューに譲ることになった。輸出しよう1980年代には、海外輸出が盛んとなり、シンガポールやラオスなどに RE、RCK が輸出された。シンガポール輸出用には、RK176 という12メートル級のロング車も存在した。 現在は全車廃車となっている。後者の方は右側通行仕様の短弱車で日本には存在しないキャブオーバーバスとなっている。モノコック車体時代の日野自動車が生産していた9メートル級大型バスは RD を名乗った。RD120 群馬バス1967年、主に競合路線や送迎などの自家用ニーズの高まりに応じて9メートルクラスのリアエンジンバスとして 登場したのが RD100 である。エンジンは直列6気筒4年消失式の DS70 型をリアに縦置きした。エアサス仕様は設定されなかった。このクラスの車両は、イスズ自動車の BA k や三菱不走製 MR510MR520 などが先行していたことから BD、BT シリーズほどには一般的にならなかった。当初は、 RD100 のみであったが、1969年にホイールベースを4.8メートルに拡張、全長を9.7メートルにした RD120 が登場。ただし、RE100 とホイールベースが同じで、サイズに大差がないため、天川崎市交通局など、ごく一部の事業者のみ採用するに止まった。1975年、 エンジンを中型バス RL100 系のモデルチェンジ版である RL300 系の磁気録4年消失式である A300 型と共通化した上で登場したのが RD300 系である。帝国自動車工業と金山自動車工業の合併による日野車体工業の移行と同時にモデルチェンジしたため車体も変更されエンジン通気口も減らされている。百七十九年 昭和54年排出ガス規制適合により、磁気力直噴式エンジンのは700型に変更し、KRD301 型に移行した。1982年に発売された、スケルトンボディの大型路線バスにブルーリボンの名が与えられ、ブルーリボンシティへの移行まで生産された。後にブルーリボン2からの移行に伴い、同じく、ブルーリボンとして、キロボルト系が製造されている。 ノンステップバスは、ノンステップバスを、ワンステップバスは、リフト付け超低床バス、京急型ワンステップバスを参照。ブルーリボン2ステップ PHT226AA 神奈川中央交通初期の車両は、後部が平面ガラスで構成されていた PRT225AA 常板交通自動車、観光バススケルトン r s 系で採用されたスケルトンボディを、 中型路線バスのレインボー RJ に続いて、大型路線バスにも採用し、バスボディの全面スケルトン化が実現した。RU6 系観光バスと同じブルーリボンの名称が与えられ、従来の RE、RC 系に変わると市型路線車両として登場した。1982年、昭和54年排出ガス規制に適合した系、RT、RU22 系を発売。 このシリーズは新開発の EM100 型直噴エンジンを搭載し RB、r, r c 系以来採用されてきた水平式を変更して垂直式とした RT、RU22 系に搭載された EM100 型エンジンは省燃費を目指し9.4リットルという小排気量とされ REK の EB400 型の9.8リットルよりも排気量が少なかった。ちなみに RC3 系の ER200 型は11.6リットルであった。小排気量ゆえ回さないとパワーが出ず、そのため騒音が大きく実用燃費が悪いという問題があった。従来の水平式エンジンはバス専用部品が多く、整備性向上とコスト削減を図ってトラックと共通の垂直式エンジンを採用したが、車内後部にデッドスペースが発生して、 エンジン直上の車体最後端まで座席を設けることができず、腰面からも従来の水平エンジンになれた、整備士からは不評であった。RT-RU22 系は、1983年の昭和58年、排出ガス規制に適合して PR、PRT-RU22 系となり HT 風景との併売となるが、上記のような点を及び RE-RC 系が、 平行生産されていたこともあって、販売数が伸びず、1985年の HT 風景のマイナーチェンジの際に、RT、RU22 系は製造打ち切りとなった。RT、RU22 系は日野車体制の純正ボディが圧倒的に多かったが、西高生が西日本鉄道、大阪市交通局、長崎県交通局など西日本の一部事業者に、 納入されているその多くは、スケルトンボディの 58MC だが、初期には、モノコックボディの 53MC に仮装された例も、存在する。富士重工製の仮装は数えるほどしかなく、小港鉄道向けの2台が、唯一の例と推測される。また、日野車体制ボディには、KC 以外の途中まで、RU60、63系と同様の、 観光型フロントマスクも設定されていた。PF226AA なら交通1983年、昭和58年を排出ガス規制に適合した PHTF22 系を発売。このシリーズは、従来 RC3 系が搭載していた ER200 型エンジンを水平式として、RT、RU22 系のスケルトンボディに搭載したもので、 こちらが日野の標準的な大型路線車であった RE、RC 系の正当派工系車両となる。上述の RT、RU 系と併売されていたが販売のメインはこちらに移り、1985年のモデルチェンジで両車種が統合されたため、このシリーズの製造期間は短い。ボディは日野車体制以外に富士製と西高製が存在する。 ブルーリボン2ステップ PHT235BA 新常板交通 M10U 型9.9リットルエンジン1985年ブルーリボン観光型の後期型へのモデルチェンジと同時に RT、RU22 系と HT、F22 系を統合する形で発売。日の車体制の純正ボディはリアスタイルの変更が行われ角張った形状から丸みを帯びた形状となった。 このシリーズではエンジンが2種類設定された。PHT-F23 系は RT-RU 系の EM100 型をボアアップし、水平式に改良した M10U 型エンジン9.9リットルを搭載。PHT-F27 系は RC7 系の EK200 型エンジン13.3リットルの高出力エンジンを搭載した。ホイールベースは短尺。 標準弱、長弱の3種類が用意された。サスペンションは HT、風の2種類、路線用は床の高さが2ステップ標準床と低床車の3種類が設定されていた。またこのシリーズでは同年に発売された2階建てバスのグランビューで初採用されたフィンガーシフト、FF シフトが設定され、 電気と空気圧を使用した軽いシフトチェンジ操作で運転者の負担軽減を図った。特にシフトチェンジ時のエアオンがその後の日のいバスの特徴ともなった。さらなる EG ドライブ化を目指し、世界初となる電子機械式オートマチック EE ドライブを1986年に追加。これはトルクコンバーター式のオートマチックとは異なり、 マニュアルシフトをベースにシフトチェンジを自動化したセミオートマチックトランスミッションで高トルク仕様のみの設定であった。EE ドライブ搭載車は日野車の大口ユーザーであった近畿日本鉄道を川切りに機械式 AT 車を積極採用した京王帝都電鉄や関東バス、公営事業者の東京都交通局、横浜市交通局、大阪市交通局などに投入された。 実際には運転者の意図するシフトチェンジが行われないなどの欠点も多く、上記の事業者を除けば、京都バス、奈良交通、西日本鉄道、京都市交通局、神戸市交通局、仙台市交通局などで、少数の採用にとどまる程度で普及はしなかった。また、採用事業者でも通常はホールド団に入れておいて、手動でシフトチェンジを行うことが一般化し、 その際にショックが起きるなど、経年変化による乗り心地の悪化も招いた。なお、KCHT、風に MK にも E ドライブ搭載車が存在するが、こちらは横浜市営及び大阪市営に数台が在籍しているのみだと思われる。1998年の KCHT、風に MK のマイナーチェンジ時に EE ドライブの設定は抹消された。 輸出仕様1980年代には海外輸出も盛んで RE、RCK に引き続きシンガポールトラオスに当社が輸出された。シンガポールには HT228K と HT238 が輸出され日本仕様には存在しない12メートル級のロング仕様だった。またリアライトは米粒型ライトで中央位置ではなくバンパーの上に設置されていた。 全中非仕様で当初は、非冷房仕様、黒ゴム付き車両だったが、後に冷房車の後期仕様が1989年頃まで輸出された。2013年時点では全廃となっている。ラオスでは、日のブリューリボンの右側通行帯大盤として輸出された。扉は前後扉で非冷房、屋根には荷物を乗せる荷台が付けられていた。また、仙台の RC 同様に、 キャブオーバーバス仕様となっていた。ブルーリボン2ステップ U 風ニンマー新常版、交通1990年、平成元年排出ガス規制に適合した U、HT、風 2M k を発売。EK200 型エンジンは、K13U 型に、形式変更され、形式は、HT、風 3K 系となったが、出力には変化はない。エンジン1キー操作が、 標準設定された。日野車体制の純正ボディでは、有大以降は全面方向膜部分両端の形状が前絞りになった。この台から角型4頭ヘッドライトと安全窓がオプションで設定された。なお、角型4頭ヘッドライトは、KC 台から標準化されている。ブルーリボン2ステップ KC フーニマルカ、h m c 東京1995年。 平成6年排出ガス規制に適合した KC、HT 風景を発売。ヘッドライトが角型4灯に統一された。1998年に衝撃吸収式ステアリングホイールが装備された。それ以前の車両では、日野自動車のコーポレートマークが一新された後で、あっても旧ロゴが入ったステアリングホイールが継続していた。また一部で、 セレガ初期車と同じデザインのステアリングホイールが採用された車両もあった。また1999年から観光マスクにはブルーリボン観光系タイプに加え初代セレガタイプも追加された。京急型ワンステップバス UHT ニマ、ま、ー、あ、会計品急行バス1991年に東京都交通局向けに初めて ワンステップ調停床車,車が組み立て自動車として登場する。後部までワンステップ提唱で3ドアが最大の特徴であった。1992年生からは2ドア化され、中ドアには車椅子用のリフトが取り付けられる。いわゆるリフト付け調停商バスと呼ばれる車両である。特注の高価な車両のため、都営以外の納入例は、 大阪市交通局と熊本市交通局のみである。1996年まで製造された。車体の構造が通常の2ステップバスと大幅に異なり、エンジンを右側にオフセット。駆動系の動力部分も右側に寄せ、スペースがなくなったラジエーターはファンを電動2機にして左側に移設。リアサスペンションを小型ベローズ4個のワイドエアサスにすることで、 ドロップアクすルとし、後部までの提唱に対応している。よくエンジンを直立にしたと言われているがこれは誤りで横倒しのままである。組み立て自動車扱いのため排ガス規制記号がつかず、形式は風に ML。なお、1988年に京浜急行電鉄向けに都市型提唱車をベースにした全中期間のワンステップバスを改造車扱いで納入している。 いわゆる京急型ワンステップバスと呼ばれる車両である。当初は改造扱いで、形式末尾に貝が入っていたが、1993年からは、正式発売された。ブルーリボンノンステップ車、風午後2時東京都交通局 CNG 車については、CNG ノンステップバスを参照。1997年の東京モーターショーに、 日野自動車発のノンステップバスが出品される。当初は、組み立て自動車扱いで一部事業者に販売される。この当時の形式名は、風午後2時、風 2PP で、風午後2時が、東京都交通局、横浜市交通局、南海バスなど、計12台、風 2PP が、演習鉄道に1台生産された。その後、1998年10月に、 ハイガス規制に適合し、正式に形式証明を取得し発売された。車体構造は、前年に登場した日産ディーゼル UA ノンステップに、近く、エンジンを最後部に、垂直横置き、リアオーバーハング部分を短縮、かつホイールベースを伸ばすことで、ホイールベース間のノンステップエリアを拡大しているが、その影響で中扉より、 後ろは3列13席しか配置できず、前後の間隔を詰めて4列にすることもできない。設計が災いし、他のノンステップバスに比べると、あまり普及していなかった。形式は、KC 風ニップムスが全長10.52メートル、KC 風ニップスが全長10.98メートルである。エンジンはそれまで、トラック専用であった P11CTI を搭載、トランスミッションは、 ZF 製オートマチックトランスミッション E コマットを採用している。なお、先行販売されたロットは、側面後部の非常口窓周りと冷却水、給水口周りが樹脂製パーツで、ブラックアウトされていない点で識別できる。また、基本的には前中グライドスライドもしくは前、グライドスライド、中引きの2扉であるが、M 弱には、 車体後部にドアを設けた三ドア仕様も存在しており、神戸市バスと南海バスに導入された。こちらの形式は、KC 風に PMCF である。このノンステップバスで初めて設定された CNG 車は、形式が KC 風ニップムスカイとなった。東京都交通局に1台だけ導入され、扉はマイグライドスライド、中引き戸が採用された。 2012年12月に除籍され形式消滅。1991年に本格的な電気ディーゼルハイブリッドバスとして HIMR が試作され、公営交通などで試験運行が行われた。設計思想は回生ブレーキの原理で、制動時のエネルギーを回収して効率を高め、加速時のディーゼルエンジンの負荷を下げることで、 排気ガス中の有害排出物の低減を目的とするものである。日野自動車の鈴木隆によれば、原流は高架球、小型エンジンのエンジンブレーキ不足対策に、フライホイールにコアを取り付け電気ブレーキとする研究からで、これはモーターになるのではないかという発想から始まったとし、当初から抵抗会社としてハイブリッドにしようという高媒な発想ではなかったとしている。 実際のアイデア及び開発は、日野自動車の鈴木孝幸グループによって行われたが、鈴木孝之によれば、発想は日ごと関わっていたエンジン動力系の一種、ワードレ・オナード方式の電気動力系から得たとしており、応用することで補助動力及びエンジンブレーキ時の改正に使えるのでは、また燃費改善にもつながるのではないかというものだったとしている。 1991年に開発に着手した当時は、鉛蓄電池を使用しており、まだ、パワーエレクトロニクスが開発途上の段階で、大電力半導体素子の開発には、半導体メーカーの協力が不可欠であった。日野自動車は1973年に、名古屋市 A バスに、日野 BT900 を1台納入して1979年まで運行した実績はあったものの、 まだ電気関係の経験が浅かったため、電気式、ハイブリッドシステムの開発には、困難が伴い、HIMR は開発が難航した。コアとなる技術は、フライホイール部分に収まる、薄型モーター、ジェネレーター及び、電力の往復を制御するインバーターである。薄型モーター、 ジェネレーターは沢富士電機の協力のもと開発が進んだが、インバーターの開発は極めて難重し、最終的に東芝の協力を得て完成した。当初は運行しているバス会社で故障が頻発したが、開発者たちの尽力により徐々に解決された。そして1994年に正式発売された。エンジンは通常の HT。 風に MK と同じ M10U 型を用いていた。当初は改造扱いのため形式が u h t 2ラ改めだったが、形式指定を受けた後は u h t 2ラとなった。1995年に HIMR は平成6年排出ガス規制適合に合わせ、第二世代へ移行し、中型用エンジンを用いたバスに変更された。 従来の大型車と共通の M10U 型エンジンから、中型車用の j l 8 c 型に、下級機を取り付け使用している。そのため、エンジンは垂直シリンダー型となり、形式も KCRU1JLCH、KCRU1JMCH、KCRU1JPCH となった。なお、関東バスでは、全国で唯一、富士重工製の 7E 車体を仮装した。 HIMR を2台所有していた。また阪急バスでは、全国で唯一、HIMR に、西日本車体工業製の車体を仮装している。9メートル大型バス PRT174、AAA 富士急山梨バスブルーリボンシリーズの全長9メートル、車体幅2.5メートルの9メートル大型バスは1984年に、RDK の後継として、 RKK が登場する。RKK は、中型車レインボー r j 系のシャーシを広げて用い、9メートル、大型バスというより2.5メートル幅中型バスという、型が正しいバスであった。RU17 系登場後も、1990年まで設定された。エンジンは、中型車用の H07C 型を用いている。1986年に、RT、 RU17 系が登場する。シャーシは通常の大型車のものを使い、エンジンは RK 系と同じ中型車用の H07C 型を用いている。RT、RU17 系は平成元年排出ガス規制に合わせて1990年に RU3H 系に変更される。リーフサスの設定がなくなり、エアサスのみの設定になる。エンジンは 中型車と共通の H07D 型を用いている。さらに、RU3HK は1995年に、平成6年ハイガス規制に合わせ、RU1JK に変更される。エンジンはハイガス規制に適合した J08C、J2 型に変更された。この世代に作られた、RU1JK で、1996年秋に、 北海道中央バスに納入された車両には、富士重工製路線ボディを仮装した車両が1台のみ、存在している。2000年の平成11年ハイガス規制適合に、際しては、大型車に合わせて、ボディスタイルの変更が行われ、ブルーリボンシティの車体デザインとなった。形式は、キロリットル風一ジャジャとなり、エンジンはそのまま、J08C 型が搭載され垂直配置にも、 かかわらず、フーとなった。スーステップ車のみの設定で交通バリアフリー法への適合が行われず、自家用も含め2002年で製造中止となった。路線車向けの車両も、北海道中央バスが十数台ほど導入した程度である。タイでは、フー山軽車あに、国内車体メーカー製のバスボディを仮装し、バンコク大量輸送公社により、バンコク都市圏で、 路線バスとして使用されている。ブルーリボンシティは2000年6月にブルーリボン HT、風 2MK と HT、風 3KK に平成11年廃ガス規制適合を行い、1985年に続いて2度目となる大幅なマイナーチェンジをする形で風 2PK として登場。バス愛好家などからは省略して BRC やブルシチなどと呼ばれている。 ブルーリボンシティは、路線車としては、ノンステップバスとワンステップバスが設定され、自家用と特装車として、ツーステップバスが設定されているが、口実の通り実際には、ツーステップ路線車の納入例も存在する。ここでは、どのモデルにも共通する事項についてのみ述べた上で、ノンステップモデルワンステップモデルツーステップモデルに、区分して、それぞれの不思議と述べる。なお、9メートル車については、 9メートル大型バスを参照のこと。ブルーリボンからのモデルチェンジに際し、エンジンが変更されたほか、全面形状の大幅な変更及び、車体の改良が施された。エンジンは、従来の M10U 型と K13U 型が、ハイガス規制に対応できなくなったため、従来のオンステップバスにのみ使われていた P11C 型が、ブルーリボンシティのすべてのモデルに搭載されている。 車体の全面下部のドア側に今までオプション扱いだった小窓が標準装備され今までの直線的な形状からセレガー R を連想させる曲線の多い形状になったためバンパーとヘッドライトが一体化され外部ドアコックがナンバープレートの裏に設置されている全面下部以外はブルーリボンからほとんど変化していないフルノンステップバスワンステップバスツーステップバスのみの 設定だったブルーリボンシティと重複しない前中ノンステップバスのみが設定されていたブルーリボン2にワンステップバスが設定された2005年1月以後もブルーリボンシティはワンステップバスを含め引き続き生産されていたこれはブルーリボンシティに設定されていたツーステップバスや高出力ワンステップバスがブルーリボン2には2005年9月1日まで設定がなかったためである 新短期排出ガス規制により2005年8月に、後述するハイブリッド車を除き製造を終了。ブルーリボンシティノンステップキロリットル風に B、名古屋市交通局ブルーリボンノンステップの登場から2年、あまりの2000年に、排ガス規制に合わせて改良が行われた。登場から2年余りのため、駆動系などの構造面では、大きな変更は行われず車体の一部の改良に、 とどまり、他のブルーリボンのワンステップバスモデルなどと共通で、全面下部の変更が行われ、セーフティウィンドウが標準装備となった程度である。扉も前モデル同様、前グライドスライド、中引き戸、または前中グライドスライドが生産されている。形式は、キロリットル風ニップミーが、ホイールベース5.11メートル、キロリットル風ニップィーが、 ホイールベース5.57メートルで、エンジンはハイガス規制対応以外は前モデルから、変化なく、P11C-TI-Part-I を、車体の最後部に、垂直横置きで搭載している。なお、トランスミッションも変更はなされず、ZF 製オートマチックトランスミッション E コマットの採用となっているほか、面後部の非常口窓周りと冷却水、給水口周りも引き続き樹脂性パーツで、 ブラックアウトされている。燃料電池社会 CHV バスや、2005年日本、国際博覧会協会 IMTS-00、軽機動車のベース車にもなっている。ブルーリボンシティワンステップキロリットル風ニップミア、形成バスノンステップバスと異なり、P11C エンジンは、垂直縦置き搭載されており、トランスミッションも、フィンガーシフト MT を採用している。 採用された P11C-TI パート I 型エンジンは、排気量10.5リットル、出力 250PS の下級機付きエンジンである。垂直搭載されたため、車体後部にデッドスペースが生じているが、エンジンの小型化により、車内へのエンジンの張り出しはそれほど大きくない。日の自動車としては低消化が進んだため、水平式のリアアンダーフロアエンジンのメリットが薄れたとして、 垂直式エンジンを RT-RUK 以来久々に路線バスに採用した。なお、HT-F3K 系の後継となる高出力エンジンとして、下級圧を変更した最高出力 300PS の P11C-TI パート V 型が用意されている。形式は、キロリットル風に PEA となり、エンジンは垂直配置にもかかわらず、風型となった。 また、ホイールベースは、HT、風に MK から変わり、風に PL が四点八メートル、風午後二十が五点二メートル、風に PR が五点九一五メートルとなった。扉は、全中に扉で、前折り度、中引き度のほかオプションで前折り度、中四枚折り度も選択できる。ブルーリボン式ツーステップキロリットル風にプリア、中日銀海バスツーステップバスは原則として、 自家用、または検診車などの特装のみの設定であるが、名古屋ガイドウェイバス、千葉フラーバス、明石市交通部、阪神電鉄、南国交通、函館バス、道南バスなど向けに初期に路線車としても製造された。2002年以降は自家用及び高速用にのみ納入されている。基本仕様は、車椅子非対応で、フィンガーシフト 5MT、FF シフト、 エアサスのトップドアとなっている。ただし路線向けでは、函館バスなど一部を除き一般に全中比を採用し、多くは前折戸、中引き戸で製造された。なお、明石市交通部や阪神電鉄では前後扉を採用し、さらに、阪神の車両は板羽根の HT2PK となっている。また、名古屋ガイドウェイバスでは、ZFC4ATE コマットを選択の上で、 中扉が4枚折り戸、または車椅子対応リフト付き仕様で、中扉はグライドスライドドアとなっていた。同社は後述するブルーリボン式ハイブリッドのリフト付け2ステップ使用者も特注にて導入している。P11C エンジンは垂直縦置きで1ステップバス同様の高出力や標準出力に加え、出力 220PS の低出力エンジンも設定されている。 ただし、特装車の場合は、基本的に、高出力車となる。当モデル誕生と、同時期に観光タイプのセレガは、セレガ R にマイナーチェンジしたが、前述した、自家用仕様に、オプション設定されている観光マスクについては、従来のセレガタイプのままである。ブルーリボンシティ CNG ノンステップキロリットル風に、プミー、解禁鉄バス CNG 車は、ノンステップバスのみ製造され、 近鉄バス、京阪バス、名古屋市交通局、南海バスに導入された。ディーゼルノンステップ同様足回りなど基本は前、モデルを踏襲しており、扉は前グライドスライド、中、引き戸仕様のみの製造。現在は全車両が廃車になり減存しない。ブルーリボンシティのハイブリッドシリーズとしては試作車などを除き、マイルドハイブリッドシステムが採用された。 ブルーリボンシティ HIMR HIMR ワンステップ HMF1JM f アルピコ交通ブルーリボンシティへの移行から1年3ヶ月後の2001年9月ハイブリッド車もブルーリボン HIMR としてラインアップされ HMF1JK となったエンジンは前モデルに引き続き J08C-1M 型を搭載するが形式が再び風に戻された本モデルより ワンステップバス化され、さらに、内板色、シート配置、室内灯、握り棒等にノンステップバス標準化仕様が、いち早く採用された。導入したのは、アルピコ交通のみ。形式は、WB4.8 メートル車が、h m f 1ジャレップ、WB5.2 メートル車が、HMF1JAMEP である。ブルーリボンシティハイブリッド2005年1月。 ブルーリボンシティ HIMR はノンステップバスへと進化し、セレガールと共に HIMR からハイブリッドバスへと名称変更した。ブルーリボンシティハイブリッドではバッテリーをトヨタプリウスのニッケル水素電池に変更、インバータユニットを小型化し、これらを屋根上へ搭載することにより、前輪から中扉間のノンステップ化が実現。CNG ノンステップ車をヒントに、 屋根状にバッテリーを搭載した。車内は後部を段上げした全中ノンステップバスとして、中ドアより、後ろはワンステップ車同様で5列を確保している。ディーゼル車や CNG 車のブルーリボンシティが生産中止となった後も、J バス、小松事業所で2015年中頃まで生産されていたほか、工術の通り名古屋ガイドウェイバス向けに、ツーステップ使用車も特注生産されている。 マイルドハイブリッド方式であるため他社製、ハイブリッドバスと比べると安価であり、例として LJG 風景では車両本体価格は10.9メートル車で2949万円となっている。そうした要因も手伝ってか、ブルーリボンシティハイブリッドは2010年6月時点で450台以上が販売されている。ACG 風 8JK ハイブリッドのステップ ACG 風8、JLFBJR 東海バス前述の通り HIMR からモデルチェンジされ、エンジンは 7700cc の j 0 8 e 1 m 型に変更された。平成17年新長期排出ガス規制に適行している。2006年生産分からマイナーチェンジが実施され、国土交通省2005年以降、 標準仕様のステップバス認定制度に適合した他、さらに、透過器保安基準適合により、ボディ側面に反射器が取り付けられ、リアコンビネーションランプの位置がバンパー直上に変更されている。なお、この世代と BJG- 車では最高列は、座席中央に大型の肘掛けが備わって4席となる。形式は WB4.8 メートル車が、 ACG 風 8JLFP WB5.2 メートル車が ACG 風 8JMFP である。BJG 風 8JK ハイブリッドノンステップ BJG 風 8JLFP 東京都交通局2007年7月18日には平成27年重量車燃費基準に適合した車種へとマイナーチェンジされた。この世代でも引き続き最高列は座席中央に 大型の肘掛けが備わって4席となっている。形式は WB4.8 メートル車が BJG 風 8JLFP、WB5.2 メートル車が BJG 風 8JMFP である。LJG 風 8JK、ハイブリッドノンステップ LJG 風8、JLGP 川崎市交通局2010年6月15日から、平成21年排出ガス規制に適合させるため、 マイナーチェンジが施され、形式は F8JGP で発売。エンジンは J08E-1M のままだが、同時期に改良されたレンジャー同様、エアループ技術を採用、各部の改良が施されて、最高出力は 206kW に引き上げられる。外見では冷房コンプレッサーが電動式に改められて、屋根状の本体に組み込まれたことで、冷房の筐体が大型化。 ホイールが8スタッドボルトから ISO 対応10スタッドボルトに変更される。また車内は最後部の座席が2プラス2人掛けから5人掛けに変更される。BJG- マイナス車と LJG- 車の比較。LJG 車は冷房の筐体が大型化されている2012年4月に名古屋、ガイドウェイバスに試作車としてリフト付き2ステップで中扉を フライドスライドドアとした仕様が納入され、営業につくことなく、現在は事業用車両となっている。形式は WB4.8 メートル車が LJG f 8JLGP、WB5.2 メートル車が LJG f 8JMGP である。LNG f 8JK、ハイブリッドノンステップ LNG f 8JMGP 新規バス2012年5月10日に一部。 マイナーチェンジが施された。変更点は燃費基準をプラス5%達成したほか、2012年7月のシート及びシートベルトに関する保安基準の改正や、新ワンマンバス構造要件に適合などの変更がされている。前述の通り燃費基準をプラス5%達成しているため、外観ではリアウィンドウの平成27年度燃費基準達成者のステッカーが 平成27年度燃費基準プラス後パーセント達成者に変更され、主な識別点となっている。なお、伊スズ側は、エルガハイブリッドが発売されているため、この車種は販売されていない。車両本体価格は10.9メートル車で2970万円で21万円、値上げされている。このモデルには、案内輪などを装備するため、 構造上のステップ化が不可能とされている名古屋ガイドウェーバスの専用車両としてリフト付け、2ステップ化は施し中扉をグライドスライドドアとした車両がギガバイト y t e 2 1 1 0型として製造され、営業運転についている。形式は WB4.8 メートル車が LNG 風 8JLGP、WB5.2 メートル車が LNG 風 8JMGP である。 イプットハイブリッドバスイプットハイブリッドバスはあらかじめ路面に供給コイルを備え付け、その上に停車した車両が車両床下,下に搭載した車載コイルを通じて給電を行う方式のハイブリッドバスである。イプットはインダクティブパワートランスファーの略で日本語では非接触大電力充電や非接触給電システムなどと訳される。国土交通省の推進する。 次世代抵抗会社開発実用加速新プロジェクトの一環であり、同システムを用いた大型観光バスセレガールが2004年の第38回東京モーターショーに出品されているが、停留所の間隔が短く、かつ決まった場所に停車する市街地の路線バスに適したシステムであり、現在は路線バス中心で開発が進められている。実際には、 走行に必要なエネルギーをすべて電気で賄うことを目標とし、排出ガスの大幅な低減が期待されている。2008年の東野湖サミットを控え、データリサーチ及び抵抗会社への取り組みを各国へアピールすることを目的に、日本空港ビルディングが羽田京急バスに委託して運行する羽田空港ターミナル間無料連絡バスにおいて2008年2月15日から、 同年2月29日まで試験走行が行われた。2008年7月の東野湖サミットでは国際メディアセンターのシャトルバスとして活躍10月16.17日には国土交通省主催で上高地での試験走行を行った。2009年には2016年夏季オリンピック招致活動の一環として東京都交通局に対応して都営バス 深川営業所のトレーゴ系統、グリーンアローズで4月13日から4月27日まで試験走行を行った。また6月6日ののには、横浜赤レンガ倉庫で開催された、抵抗会社のイベント、エコカーワールドに出展、桜木町駅からのシャトレバスを兼ねた試乗車を務めた。2011年には、車体側面にも車載コイルを装着した試作車が、登場。 こちらも、都営バスに対応され、深川営業所のトレー5系統で1月31日から2月14日の平日に実証運行を行い、東京駅と晴海不頭に給電コイルを仮設した。2011年12月2日から12月18日には、内外装を改めた車両が、登場、サンド都営バス、深川営業所に対応されて、貸切扱いで、豊洲駅から、 東京ビッグサイトの間で実証運行を行い、東京ビッグサイトに給電コイルを仮設した。今後は他の場所での運行も検討されている。羽田空港及びと営バスで試験走行に供されていた車両では、モーターで走行する領域を広げるべく、屋根状の二次電池をニッケル水素電池からリチウムイオン電池にエンジンは J08E 型1 7 7ットから、 DSC の j 0 a 5 d 型 132kW に変更されている。また客室に機器を増設したため後部の座席が6席減少している。AMT 試作車 AMT のフルハイブリッド試作車として2014年にブルーリボンシティハイブリッドのボディをベースに短尺のフル 8JLGP 回のみが製造され試験運行を行った。 ボディ以外の運転席インパネや走行機器類は現行のブルーリボンハイブリッドと同等仕様であるが、ブルーリボンハイブリッドとは異なり J バスの宇都宮事業所ではなく、小松事業所にて製造。FCHV バス、下乗りアイキロリットル風ニップミーをベースに、親会社であるトヨタ自動車と共同開発したもの。第1世代、第2世代、第3世代と3種類の仕様があり。 第3世代は2005年日本国際博覧会の長久手会場と瀬戸会場を結ぶシャトルバスとして8台が製作された。万博閉幕後も使用されている。また、前面や客室は、日のセルガに似た形状の車両も製作されている。その後モデルチェンジが実施され、トヨタ自動車より FC バスとして正式発売を開始したが、以降については当該記事を参照。 ブルーリボン2は、日野自動車とイスズ自動車の合弁会社、J バスが製造し、日野自動車が販売している、路線用、自家用の大型路線バス。設計、開発は、イスズ側が行っており、同社のエルガとの統合車種となっている。これは、両社のバス事業製造事業が統合されたことに伴うもので、バスの製造は一部の例外を除き、イスズ、日野の合同資本である。 j バスの宇都宮事業所で行われている。エルガとは、細かな仕様の違いはあるものの、ほとんど同一の車種であることから、シリーズそのものの詳しい説明や車種ごとにおける、共通の変更点は、イスズエルガに任せ、ここでは、ブルーリボン2としての記述に特化させることにする。なお、これまで、エルガの CNG ノンステップバスのみ供給されたことが、ない。同じく、 エルガハイブリッドも供給されなかった。後日するブルーリボニーのモデルチェンジ後も自家用2ステップなど一部が併売されていたが平成28年排出ガス規制へ適用することなくすでに終売されている。詳しい車種説明はイスズエルガキロリットル LV280-380 系を参照。ブルーリボン2ノンステップキロリットルキロボルト280リットル -1 改め西東京バス2004年8月より供給が開始されたイスズエルガキロリットル LV280 系の OEM 供給車。この車種の時点では供給はディーゼル車のノンステップバスのみにとどまった。また、この時点ではエルガとの統合車種ではなくエルガの OEM 供給車という扱いになる。このノンステップバスは前扉から中扉のみをノンステップとし、 ワンステップバスと構造を共通化してコストを削減したモデルであり、日野自動車には同様の車種が存在していなかったことから OEM 供給が行われた。エルガとは外観や仕様はほぼ同一であり、エンブレムの取り付けがされていない場合は外観のみでの判別は困難である。また、車内のモデルプレートも椅子図になっている。 PJ キロボルト234系が発売された、後も2005年8月31日まで発売されていた。形式は以下の通り、すべてエアサス社である。詳しい車種説明は、イスズエルが PJLV234 系を参照。ブルーリボン2ノンステップ PJ キロボルト234リットル1東急バス2004年12月21日に、 イスズから PJLV234 系が発売されたが、やや遅れて、日野からも2005年1月14日に PJKV 系が標準出力のみ発売開始された。全モデルに引き続き前の中のオンステップバスが設定されているほか、新たにワンステップバスが設定された。後日、エルガに設定済みの高出力車やツーステップバスも供給されるようになり、 エルガに設定されている仕様が CNG ノンステップバスを除きすべてラインナップされた。新短期規制に適合しており、平成12年排出ガス規制に対して粒子状物質75%低減レベル車となっていて、超低 PM 排出ディーゼル車となっている。この台からブルーリボン2はエルガとの統合車種という位置づけになり、このモデルより車内の名板が 日の自動車になっている。外観、仕様に関しては、OEM 時代に引き続きやはり、エルガとほぼ同一で判別が困難であるが、前日の名版の他に、ステアリングのロゴで判別できる。形式は、以下の通り、すべてエアサス車である。詳しい車種説明は、イスズエルガ、PKG PD、PDGLV234 系を参照。 グルーリボン2ノンステップ PKG キロボルト234リットルに東京都交通局2007年2月22日より、イスズエルガの PKG、PDGLV234 系と共に、新長期規制適合車、PKG、PDG キロボルト234系の発売が開始された。一部の車種は平成27年燃費基準に適合しており、 自動車取得税の控除を受けることができる。同年8月29日には、高出力車と2ステップの設定が追加された。発売はされたものの、PJ キロボルト234系が、同年8月31日まで、発売可能であったことから、それ以後に多く生産が行われ、実際に統計式の導入第1号は8月、初頭から運行を開始した。 トエーバスの LR595 となった。しかし、トエーバスは、同時期に、この PKG キロボルト234リットルにを102台、投入し、短期間で大量に製造が行われた。ラインナップが多く、燃費がおのの異なるため、燃費基準達成者と非達成者が混在している。これらは、ホイールベースのほか、トランスミッションや仕様の違い等により決定される。 基本的な部分はエルガに準じているが、今回は2008年実施の10日期保安基準改正、及び2009年適用予定の ECE 基準に適合されるべくヘッドランプフォグランプコーナリングランプのデザインを変更した。特にヘッドランプは従来の縦2段の角型4等から角型2等に変更され見た目が変わった。イスズエルガは従来通りの縦二段角型四等を 継続しているため、従来と異なり、外観での区別もしやすくなった。南海バスには、改造による CNG ノンステップバスが存在する。同社は、ディーゼル仕様をベースとした、改造のためイスズエルガの CNG ノンステップバスと、異なり、CNG タンクが、車両屋根後方に設置されているのが、外観上の特徴で、足回りも h f エンジンのアリソン、AT、では、 なく 6HK1 エンジンの MT 仕様である。形式は以下の通り。すべてエアサス車で燃費基準達成者が PKG マイナス、非達成者が PDG マイナスとなる。詳しい車種説明は、イスズエルが LKG、LDG、LV234 系を参照。 ブルーリボン通じ化用2ステップ LDG キロボルト 234N3 サロマ町2010年8月5日発売開始。L が同様排気ガス浄化装置の改良と尿素 SCR システムの採用により平成21年排出ガス規制に適合し合わせてエンジンとトランスミッションの改良により燃費性能を改良し 平成27年燃費基準達成者の設定を拡大させている。また今回のマイナーチェンジより ABS が全車に標準装備されている。なお、エンジンがイスズ製であるため、セレガやブルーリボン式ハイブリッドなど他の日の社で用いられている環境技術エアーループの名称は用いられていない。形式は以下の通り、すべてエアサス車で、 燃費基準達成者が LKG マイナス、非達成者が LDG マイナスとなる。詳しい車種説明は、イスズエルが q p g q k g q d g l v 2 3 4系を参照。ブルーリボン2ノンステップ q p g キロボルト234リットル、サントーブバス2012年4月発売開始。新エコカー減税対応により、排出ガス規制記号を変更。 2012年6月、新法案基準、新ワンマンバス構造要件に対応し発売。MT 社は、平成27年燃費基準より5%向上したほか、平成21年基準低排出ガス社認定を取得している。また、2012年7月から適用される、新ワンマンバス構造要件にも適合している。今回のマイナーチェンジでは、 開発を担当しているイスズが発売しているイスズ、エルガよりも先行発売されることになった。また、エルガと違い、引き続き教習車の販売されていた。後継車種である2代目ブルーリボンが発売された2015年9月以降は、2ステップバスのみの販売となり、2017年まで発売された。形式は以下の通り、すべてエアサス車で、燃費基準達成者が、 QPG- または QKG- ひたす車が QDG- となる。ほとんどの車両は J バス宇都宮事業所で製造されていて純正ボディとなっているが一部には西日本車体工業で仮装されている車両が存在する。日野自動車は J バスがイスズバス製造と日野車体工業を吸収合併した2004年頃から 西高への仮装を取りやめているが、当車種は、伊スズ側が開発、設計を行っているためか、エルガでも西高ボディの仮装が再開された2006年頃から、ブルーリボンでの西高仮装車が登場し、2010年に西高が解散するまで製造された。仮装されている車種に関しては、西日本車体工業2003年4月以降に、日産ディーゼル以外に、ボディ仮装を行った例を参照のこと。 先代のブルーリボン2とブルーリボン式ハイブリッドをモデルチェンジしてブルーリボンとブルーリボンハイブリッドとして発売しサブネームなしの単なるブルーリボンの名称が15年ぶりに復活した当モデルでは MT が廃止されるとともにディーゼル、ハイブリッドともにエルガと同一のボディのノンステップバスに統一されたまた車体構造が見直され前扉は折り戸への変更と 標準仕様における燃料タンク位置の変更が実施されたほか、ホイールベース5.3メートルが車体長10.5メートル、同6.0メートルが同11.2メートルとなり、ノンステップエリアが拡大されている。また、ブルーリボンの A 分論語もブルーリボンシティ以来の車体から元の立体に戻された。形式は、ディーゼルがキロボルト系、ハイブリッドが HL 系。 連接バスが KXK を名乗っている。2015年8月26日に発表され、9月1日より発売された。このモデルより再び統合車種のエルガとデザインが共通化された。AMT 車と AT 車が設定され、2ステージターボ付き時間4で5.2リットルの 4HK1TCS 型エンジンを新搭載し、 エンジンのダウンサイジングを図り、14トン以上16トン未満の AMT 車が平成27年燃費基準よりプラス10%達成した。前述の通りこのモデルよりノンステップバスのみの設定となったほか、高出力車が廃止された。形式は以下の通り、QRG- と QPG- が14トン超。 QKG- と QDG- が12トン超14トン以下に分類されている。ブルーリボンのオンステップに PG キロボルト2 9 9に新規バス2017年8月8日に発売開始された平成28年排出がス規性適合車。LED 式、ヘッドランプ、車幅等を採用し、シフトレバーの位置と形状変更により足元スペースが拡大されている。 また、エンジンは5.2リットルの4 HK1、TCH 型エンジンに変更されている。全モデルに引き続き尿素、SCR を採用しているが、今回より、ブルーリボンハイブリッドレインボーを含む日野の,の発売する、大型、中型路線バスすべてに、尿素、SCR が採用される運びとなった。ハイブリッドを除いたディーゼル仕様ものみ後に、トップドアノンステップバスが、 追加設定された。トップドア仕様のノンステップバスは、客席シートベルトは標準装備されているものの、補助席付きとはいえ客席シートが路線用同様のローバック固定シートであるため客席シートベルトとともに、高速道路走行に適合せず、さらに先進緊急ブレーキシステム、車線逸脱警報装置は標準装備されていないため、高速道路を走行することは、 負荷となっている。形式は以下の通り。2TG と 2PG が14トン超、2KG と 2DG が12トン超、14トン以下に分類されている。2019年9月1日より、ドライバー異常自体をシステムを標準装備するなどのマイナーチェンジを行い新発売。形式も以下の通り変更された。 2020年6月17日には、アイドリングストップに関する仕様変更を行い、燃費性能を向上させ、全車で平成27年度重量車燃費基準を達成した改良を施し、同年7月1日より発売すると発表。車両総重量14トン超の AT 車は新たにプラス10%としている。ブルーリボンハイブリッドでは、 ハイブリッド専用ボディとなっていた今までのブルーリボンシティからエルガタイプのボディに変更され、ディーゼル車とボディの共通化がなされた。ただし、ディーゼルと異なり HL 系を名乗っている。ブルーリボンシティハイブリッドのマイルドハイブリッドから、変わってフルハイブリッドとなった。専用の6足、AMT、プロシフトを採用し、 エンジンとモーターの間にクラッチを配置することでエネルギー回生効率を向上させるとともに発進時にモーターのみで駆動する EV 走行を可能とした。ただし EV 走行中でもエンジンは停止せずアイドリング状態となる。QSGHL2AAP2015 年8月26日に発表され12月1日より発売された直列4気筒で 排気量5.1リットルの日の製 A05CK1 型エンジンを新搭載し、平成27年度燃費基準より20%向上した。車体左上には前年制定されたベビーカーマークのステッカーが見られる。車種の設計は日の自動車、ボディはイスズ製ベースとなっているため、ディーゼル車とハイブリッド車ではメータークラスターが違い、ディーゼル車は イスズ製なのに対して、ハイブリッド車は、日の製で、セレガと類似のものを装備する。形式は、以下の通り。2SGHL2A、BP ブルーリボンハイブリッド 2SGHL2、アスプ新規バス2017年8月8日に発売された、平成28年排出が好き制的放車。ハイブリッドシステムと AMT の協調制御による変速の最適化を行い、 燃費基準に対し30%向上させた。A05CK1 エンジンは 191kW に出力をアップし、尿素 SCR システムを搭載し、規制に適合している。ディーゼル車同様 LED、ヘッドランプ、LED 車服等を採用。この世代より、ブルーリボンハイブリッドは、統合車種のエルガハイブリッドとして、イスズ自動車に供給されている。形式は、 以下の通り。2SGHL2ABP2019 年7月1日より、ドライバー異常自体をシステムを標準装備するなどの、マイナーチェンジを行い新発売。ディーゼルと異なりこのマイナーチェンジに伴う形式の変更はない。ブルーリボンハイブリッド連接バスブルーリボンハイブリッド連接バスが、エルガデュオと共に2019年5月27日より、発売開始された。 ハイブリッド機構等は HL 系と同一、KX 系を名乗っており、形式は KX525Z1 である。エンジンは車両総重量が20トンを超えることから直列6気筒の A09C が搭載されている。ブレーキは統合車種のエルガデュオ同様、国産の大型バスで唯一の送輪、ディスクブレーキを採用している。2020年2月5日に、 横浜市へ納車を発表。この納車が日本国内で製造される連接バス1号車となった。センターアンダーフロアエンジンバスのデモンストレーションカラーが各地のバス事業者で採用され、ブルーリボンカラーなどと呼ばれている。白に縞模様の青帯が描かれている塗装で、現在でも国際工業グループのバス事業者の高速、貸し切り色で採用されている。また、 ブルーリボンカラーをアレンジした塗装も、十勝バス、仙台市交通局などで見られる。また、富山地方鉄道、北海道北見バス、シャリバス、網走交通、茨城観光自動車などでもかつて、ブルーリボンカラーが採用されていた。ここでは、KRT223A、PHT235BAU 風人パーのような形式付け方について説明する。なお、 キロボルト系は、椅子図の形式の付け方を踏襲しているので、本校の解説の対象外である。10、リフト付き超停場バスを除く。ありがとうございます。